アロハこんにちは、 DJ ソアライズメロージャム TV ファイナルファンタジーレコードキーパーやっていきたいと思います。はい、今回もタイトル通りです。ノーマルダンジョン進めていきたいと思います。追加分ですね。はい、順調にファイナルファンタジー 1,2,3,4,5,6,7,8 を全部こうマスクになってるんですけど、追加分の最後残してあります。ファイナルファンタジー15ですね。行ってみましょうか。はい、お、追加出た。ダウンロード OK。 アーロン、ユーナのチブラスカのガード。はい、お、音楽いいっすね、やっぱり。では行きましょうか。まあ、そんなに難易度高くないんで一瞬で終わると思うんでね、そのまま行っていきたいと思います。はい、では行きましょうか。ファイナルファンタジー15追加ダンジョン。おーおー、2人いるのね。 OKOK、まあ、とりあえずオートで行きましょう。なるほど、2体いるんですね。じゃあとりあえずこれで行きましょうか。いかつ音楽流れてますね。じゃあアビリティだけで。すごい、何イフリートなんだこれ。すごい、いかつ。スピードって、あ、なんだ、速いにしてなかったんだ。なんか遅いと思ったらスピード。じゃあさっき、あれか、前回の動画もスピード1でやってたんですね。5でいきます。はい、おーおーおお、しまったしまった。しかも2回やっちゃう。全回復しちゃいました。そりゃそうですよね、イフリートですもんね。ちょっとソラちゃん回復させちゃうんで、エピはこれで OK。 ソラちゃんの出番なかった。オッケー、まさかイフリート。そうですよね、回復しちゃいますよね。まあでもいいでしょう。フォースの時はちょっと位置変えておきましょうかね。オッケー、いきます。それではいきましょうか。こいつ次もイフリートか。あー、こいつが立ち上がるみたいな感じね。オッケー、じゃあちょっと思考魔光剣使うの危ないからオートやめとこうか。はい、行きましょう。はい、ケオスインフェルノ、バルダリワンダー、てかもう死にそうじゃないですか。もう一回発動するか、ケオスインフェルノ。さてイフリートちゃん余裕でしたね。あざまーす。ではでは、なんかすごいな、イフリートが今までのイメージと違うな。ではでは、そのなんか15面白そうですね、そう考えると。ミスリルゲットアザース、ミスリルは嬉しい。ミスリルは本当に嬉しいです。今かなり温存してますから。 OK、 スタミナがすげえ溜まっちゃうな。弱点がなければ大丈夫です。では行きましょう。次はオートで行きます。行きまーす、行っちゃいます。ファイナルファンタジー15なぁ。ノクティスかっこいいからなぁ。覚醒奥義欲しいところなんですけどね。いや、ちょっとスタメンで行くのがちょっとなかなかないかなっていう感じなので、スルーして、ちょっとまだスルーですね、当分は。お、HP 高いな。まあでも余裕でカンストしてるんでね、問題ないでしょう。余裕の一旦ですね。 OK、ではフォースに挑んでみましょうか。かっこいいな、やっぱファイナルファンタジーはいいですね。そのシリーズをやってなくてもこの楽しめるっていうファイナルファンタジーレコードキーパー、これからも支えていきたいと思います。はい、とりあえずヒストリー無事クリアですね。全てマスクリで
はい、追加分のフォース最後ですね。ファイナルファンタジー15行ってみましょうか。とりあえずイフリートちゃんね、あのなんだ、炎を回復させないようにだけ気をつけないと。難易度でも204に上がるのね。こいつらも、あ、氷の属性ダメージ、氷の属性ダメージと攻撃力下げのね。 OKOK、 それだったら得意です。バルガリマンダも氷なんで、はい、思考魔貢献をこっちと交換します。あ、でもこれ氷入ってたっけ。あ、水だ。ってことはこれをこれに変えましょう。これ氷でしょ。氷と氷風ですね。 OK。 ってことは弱点も氷になってるのか。じゃあここ、あ、でもどうしよう。そっか、メルトン入ってるから炎で覚醒降りか。それだったらソラちゃん使う。ソラ、まあいいや、アビリティ交換するのめんどくさいんで、このままいきます。では行ってみましょうか。叫ぶですね。これで平成が入れてもらおうか。で、最初の1体目はあの使いません。覚醒奥義は普通にアビリティだけでいきます。難易度200なんでね、そんな大したことないと思うんで、オートでこのままやっちゃいます。どれくらい食らうのかな。はい、どれくらいいくんでしょうか。あ、余裕で乾燥してますね。 OK。 メルトンはどうだ。あ、余裕で、すごい、9000いってる。素晴らしいですね。バルガリは逆にいかない。ユナちゃん魔力そこまで高くないからあれかもしれないですね。でも2回発動、さすがです。なんかいっちゃう。はい、7000いってます。 OK。 次は覚醒をガンガン使っていくんで余裕でしょう。回復はなしでいきます。はい、1回目、2回発動するか。さすがソラちゃん、3回もいっちゃう。覚醒いかない。メルトン次のターンでは仕留められると思いますが、2回発動期待しちゃいます。火の玉、火の弾、でも結構全体攻撃食らいますね。お、バーストした。それでは最後にソラちゃんに仕留めてもらいましょうか。さすが、また2回発動してる。結構食らうんじゃないですかこれ。結構食らってますね。ちょっと回復しないとやばいかもしれないですね。ちょっとユナちゃんで覚醒音で使えたら使おうかな。そんな感じですね。ちょっと全体攻撃が結構入ってたんで、ちょっと一応回復しようかな。しといた方が安全かなと。まあ、ゲージ溜まってそうなんでね、さすがに。まあ、スピードは5でいきます。じゃあ行きましょうか、イフリート戦。まずソラちゃんで、ブレイクフィーバー、ゲージ溜まってないな。あ、なるほど、ゲージ溜まってない。バルガリマンダ一応使おう。シンクロケイオス、意外と溜まってなかった。即時発動を使いたかったんですが、お、生きてるか。死んでもらっちゃやばいぞ。オッケー、生きてる。じゃああとはもう音でいっちゃいますか。はい、うららちゃんでこれで踏みとど。ヘイスがそんでもって、なんだ、入りますんでね。リジェネ顔、じゃああれかな、ユナちゃんで入れようかな。覚醒奥義使っちゃいましょうか。
せっかくなんで。みんな覚醒奥義使っちゃいます。すごいな、覚醒奥義使っちゃうと楽ですからね。なんだかんだ、はい、すべてはなぎ、もう全部あとオート。そんな感じでじゃあ行っちゃいましょうか。ちょっと一瞬焦っちゃいましたけど、これでフルボッコにしていきたいと思います。メルトン、どのくらいいきますか。さすが、さすがすぎます。もう画像しますか。さすがにブレイクフィーバー、ソラちゃんが早いかどっちが早いか。おお、あ、いいですね、乾燥してますね、素晴らしい。お疲れ様です、皆さん。はい、ではでは最後いきましょうか。最後のステージ、追加分の最後ですね、いきましょう。お、レベル上がった、アザース。クリア報酬、アザース。決勝はやっぱ嬉しいですね、1個でも貴重な1個ですから。さーて、イフリート倒したぞ、次だ。変な侍みたいなやつ、じゃあ行きましょうか。ミスリル、またゲットできる、 OK。 では行きましょう。もしかしてスタミナまたレベル上がっちゃうんじゃないのかな。上がんないか、 OK。 したらもうキャリーオーバーしちゃいますからね。じゃあ最後、じゃあオートで行きましょうか。オートでフルでいきましょう。フルボッコで。あ、これやっちゃった。叫ぶ。オートでいきます。僕も魔石星5をオートで倒せるようになりたいですね、早く。OK。やっちゃって、やっちゃって。さすがシンクロ、シンクロいいですね。グラビデハンマー、ブレイクフィーバー、 OK、 素晴らしいです。まあまあ食らいますね、 OK。 あ、しまった、そっかそっか、左側にセットしてるからだ。覚醒奥義使ってね、まあいいでしょう。そうなんですよ、僕右側にアビリティ使うやつ置くんですよね。覚醒奥義使ってないじゃないですか、これだと。あ、こっちは覚醒奥義使ってんのか。あ、覚醒奥義、そっか、シンクロと覚醒奥義一応両端にしてるからだ。まあそれはそれで OK ですね。とどめはゆうなちゃん、お疲れ様です。オッケー、無事倒しました。はーい、ノーマルダンジョン追加分、これでファイナルファンタジー15、これでフォースで最後ですね、倒しました。やったー、エクセレント。お、いいね、魔石もレベルアップした。オッケー、今魔石ね周回してるんですけど、アダマンタイマイまだ30秒切りできないんですよ。それ終わったらそろそろチーパーティーで雷に挑みたいと思うんですけどね。はい、って感じで無事全部今のところマスタークリアですね。全部マスクリになってます。はい、5も6も7も8も9も10も全部ですね、 OK です。で、無事ファイナルファンタジー15まで全部マスクリできました。まあ、今回メロジャム TV ファンタジーレコードキーパー、はい、ノーマルダンジョンクリアしてなかったの
やるってやつでやりましたけど、皆さんよかったらね、こういう普段のイベントダンジョン見てくれてる人もありがとうございます。チャンネル登録してくれると嬉しいです。ありがとうございました。 DJ ソアレズです。